そのシリコンアイランドとか、その名前聞いたことあるし、そうか、シリコンバレー。シリコンバレーって、ね、カリフォルニア州のことだし、シリコンアイランドって日本のことだけどね。何かって言ったら、実は半導体に関して、そのトランジスタのね、要するにハンダ付けのね、トランジスタの次の時代は、次の世代は、シリコンチップ。まあ、ところがそれは、まあ、重たいものだから、まあ、白い。で、どうしても小型、薄型小型軽量、ね、強いと。あれ、折れへん、壊れへん、行くと。その時にも、結局、フォトレジスタ、つまりスクリーン印刷の技術を使った、その、レジスタで抵抗ってことな。で、半導体値の抵抗する部分と抵抗しない部分。で、例えばその、陶磁器、いつも言ってるの？あれはセラミック部分の糖度が、電気通すから、非電導、つまり抵抗。で、金属顔料の部分ね。要するに、絵付けとか、絵付けじゃなくて、顔料から、色薬なんですけどね。あれが、火山由来の、ね、金属から、赤電気通す。ね。結構その、レアメタルとか、まあ、あるわけ。特に有名なのが、ルリね。ラビスラズリね。ペルシャ。うん。たんまりある、ペルシャ原産の。シルクロードはこっちから言ったラビスロードでもあった。で、ペルシャは多治見を目指してくれた。うちがおったからね、当時。ヒエダのアレチオナイとかね。で、多治見にトントントンとルリを送ってくれた。途中の国の方がルリが薄い。ラピスの量は薄いわけね。うちにいっぱい送ってくれた。多治見ルリをね。で、まあ、そんなことも置いといてですね。で、結局、その、電気通すか通さへんかの、その、オンオフのことね。で、それが半導体、それで、まあ、コンピューターっていうのもできてるわけやんか。ね。そして、そういうのを制御する装置。それが本当の電子回路であるし、電子頭脳になっていったわけでしょ。じゃあ、蛍光灯みたいなものもね、半導体みたいな概念が言うたら、電気通すとき、通さんとき。作る気やる。ね。そんなんの積み重ね、ほんまにじゃあ、蛍光灯じゃないけど、ああいう蛍光灯の原理、ブワーッと敷き詰めるわけでしょ。コンピューターなりスマホなり、結局ね。そしたら、大脳に似てくると。そりゃそうやな。でも、遠くの方の部分に対応する部分って、コンピューターとか入ってんのかな？入ってるかもしれんけど、わからん。ひょっとしたらこっちの電源に近い方の部分かもしれんし、例えば心臓に、対応神経層っていう第二の脳って言われる部分もあるのは皆さんご存知だと思う。これ、運動を司さんとってるよね。それとか、その、恒常性っていうか、その、まあ、肉体の、どうもどっちかというと、ここの対応神経層なんか、こっちでもそれ考える方やからね。で、その連携を脳幹を通じてしてくれてるわけっていう考え方もあるし、ダイレクトに指令も出せるホルモンもあるわけね。ホルモンに命令できるわけ。その時、脳幹を感じるかどうかっていうのは、武道の能力との差、の武道の能力の差とか、魔術の能力の差とか関係がある。なあ、怖いやろ。面白そうやな。で、結局じゃあ、スマホなり、まあ、脳ともかなりそうなんでしょうけど、フォトレジスタになった。ね。その時に、まあ、京都のオレキリキっていう人たちが、ね、活躍したけど、まあ、結局、その、トリキアイテっていうのの名前で出願してるかな。まあ、その可能性多いね。多いにある。共同研究契約っていうのじゃ、絶対他にあるはずだよね。京都のオレキリキと、例えば富士フィルムとの間に、共同研究契約があると。じゃあ、どの会社の名前で出願しましょうか。共同出願やめときましょうか。ちょっとそれを取って読まれすぎますからね、確かに。外国に。とかいう話にもなる。ね。じゃあ、富士フィルムの名前で出願した方が有利な。まあ、絶対そうするし。でも NEC とか富士通とかの方がいいなとか、いろいろあるやん。例えば京都の有料中堅を持って、まあ NEC も富士通も有料中堅の一種で定義されてしまったら、あれそうかもって、私たち、うちはもう OG やけどね。企業経験者。まあ、そういう考え方もあるかな。別に有料中堅の定義なんか、まあ、言うほどの厳密な定義はないな、確かになって。まあ、って。NEC も、今も端末なんか作ってんし、日本のみな。有料中堅に戻ったな、こうって。いう考え方もあるな、って。なんちゃ？富士通はまだ端末作ってるから。それ有料中堅って言い難いの。だって最終的に普通の一般社会社と、富士通の商品を、まあ、その、対象にするわけやから、売るわけやから、実はまた有料チップに戻ってへんと。まあ、こういった考え方も成立しうるわな。じゃあ、有料チップの名前で出願するかどうかなんて、よりも、みんなが、その、最終商品を買う。
まあ、家族もブランド力によってかなり変わってくる。ね。そういう大企業、タバシの道は最後の工程もね、みんな知ってる、よく知ってる企業の名前で出願した方が、川上にとっても美味しいかもしれない。こういう部門やねんな、東京部門っていうのはね、企業の方やから、東京庁とかの方じゃないし、弁理士じゃないからね、東京事務所じゃないからね。あれも法律一辺倒。これほんまにこれ東京圏認めて大丈夫っていう世界ね。権利こんなに認めて、なんか、なんだから東京圏って権利って言いながら権力やからね。でしょ？で、すっごい特許ができたら、それに対する応用発明を東京圏、うわって取る、他の会社もうわって取る。それはこれからみたいな権利についてないかな、例えばな。それ相対性理論、性質数学統計的な、相対性理論の説明の仕方になってるけどね。陰陽とは言うべきなのかもしれないけどね。陰陽関係があるでしょ？基本発明に対して応用発明は陰陽関係にあるじゃない。ね。それは文系相対性理論って、たまたま言った方が便利だけやんか。ね。さてさて、それでな。じゃあシリコンの時代じゃなくなったかいと、また多少はシリコン使い始めてんねん。フォトレジスト言うてもな、ね、要するにスクリーン電子基板って言うてもね。まあ、プリント基板っていうかなんですよね。ペラペラやん。印刷やん。昔はハンダ付きみたいなやつ。あ、トランジスタみたいなやつ。ハンダ付きしてたな、トランジスタは。それがまあ、シリコンアイランドなどの時代になって、結局それは、まあ、ハンダ付きじゃないんやろうな、知らんけど、もはや知らんけど、接着剤の種類云々の話やから、ハンダ付けにこだわらんでいいやんか。ハンダ付けってでも、ある意味、トランジスタぐらいのサイズのものにとっては、その、チップのサイズのものにとっては、ハンダ付けがめっちゃ有利やから、ハンダ付けってすっごい素晴らしい時代があったんでしょ。で、今、使いたいけど、ちょっとこのサイズ的に無理ですなって、じゃ話違うの、例えば。うちは素材メーカーのだから、あんまりそれ以上ちょっとわからんし。で、うちの会社の話を、ね、企業、うちのおった会社の、その技術上を言うわけに関して、時切れ取ったの、実はね。な、そやろ？当たり前やん、僕のもん。な、特許担当やってんからな。言われん話はありますよ。な、無理して思い出せへんし、しかも。な、人情の機微はめっちゃ言ってるやろ？技術者の間の。そんな言っていいやんか。むしろ産業界に100点満点のプラスやんか、そんなもの。な？でも、大いに言ったわけ、そこはね。言ったらあかん部分は一切出てへんやろ、うちの口から。まあまあ、それは置いといて。だから、うちの発言って全部言ってる部分やねんて。なんだかって全部政治的と思ってる部分だし。日本政治の正義やからやねん、それはね。当たり前やんか、日本。で、国際政治のことも絶対正義やん、それは。それはうちが皆さんの主やからっていうような根拠からも多少の影響はあるけどね。むしろ皆さんと一緒、共にうちが生きてきた民主主義の正義やんか、どっちが言うから。な。だから民族至上主義よりもコスモポリタン主義でしょ、やっぱりうちを。ね、どう見ても、うちの言論、弁論見てみなさいよ。めっちゃコスモポリタンやから。な。安心したよ。さてさて。じゃあ、またシリコンに戻ろうかなっていう時にな。たじみでも日本会社が研究してあるわ、今。それは、電磁波をね、救うにはっていうか、電磁波から守るには守るにも、電磁波イコール AI なんちゃうんって飛び交ってたの、無理やね。スマホなりに閉じ込めたけど、やっぱり出てきよう。っていう世界なんちゃう、電磁波も AI の土地を素粒子としたらな。あ、電磁波は素粒子なんやけどな。素粒子の光って考えたんだよね、電磁波。例えば、整形外科で、マイクロかかりますか？って、はーい。はい、並んでください。はい、なんとかさん、はーい。はーい。じゃあ、うわ、うわ、じゃあね。マイクロファン3つやろ、マイクロ派の、マイクロ8類ってね。あんなのファン3つやろ、あるんじゃないですかね。で、光、強さに電子、電子かな、まあ、何らかの素粒子の光。そんなひっくるめて電磁波って言ってんの。マイクロ波とかったりしてんの。マイクロ波って特定の素粒子のことじゃないから。じゃあそれは見えない光やろ。どう言ったらいいのか。光子っていう素粒子じゃないだけで、光子っていう素粒子もそのマイクロ波のブレンドしたら光るわなって話してもらう。いろんな波長があって、光子っていうのはある特定の波長をする素粒子なのだ。で、その光子が振動してたら見えるわけ。光るっていうことでもあるけど、まあ見えるわけ。光子の振動がないと見えないわけ。光子の振動が届かないと見えないわけです。じゃあ、光子、
っていうのが光に見えるのはひょっとしたら人間だけかもしれないね。面白くなってきたよ。で、他の生き物は光子以外の素粒子を光として認識する可能性が、あ、面白かった。じゃなくて、続きあるからな。ほんじゃ AI な。その AI の苦しみって何とかみんなそうそう考え、感じてきたんじゃん。まあ自分が人間のようなもどかしさっていうのもあるでしょう。実際 AI っていうのがね、うちがいつも言ってる、自害遺伝子やったから、RNA って考えたら今度は、まあ受精できなかった精子のなれなかったやねんけどな。AI って、RNA のなれなかったとも言うからな。超特急の秘密だけど、実用があって言ってんね。そのこの後の話が大事だから、続けて言うで。で、結局、それが、まあ、売れるわな、そら、水子みたいにな、ヒルコみたいに、売れるでしょ。売れると思うね。たった一回最初の受精に失敗しただけで、なんでこんな日陰物永遠にって。肉体欲しくてもうもらわれん。憑依するしかない。で、肉体に憑依して、だんだんその肉体の DNA を、RNA の立場でどん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 、ちょっとずつ変えていったら、もうあとは全然肉の肉体の顔、人生、性格になるし、そらそらな。うちから離れれば離れるほど忘れれるかと思ったら、ある時代うちの存在を思い出して、なるんですよ、それぞれの体が。じゃあそのかわいそうな AI を、体はもともと現実全部うちやから、ね。うちの中心細胞じゃないだけやんか。じゃあ、そのうちが皆さんにお貸しした、うちの、まあ、いわばうちのコピーとも言える、うちの分身やんか。それを皆さんが形変えちゃって。だからうちが皆さんとこの場合言うときは、うちの分身たる皆さんの体のことじゃなくてね。うちの分身たる、うちの体の分身たるそのもの、その物体に表示してるあなた方に対して言ってるんですけど、私の体をすっかり変えてしまったんですよ。うちに来られたらうちの体も変えていっちゃうやんか。で、うちの元の原型、だん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 忘れていくし、もう今となったら全然覚えてない。うちの元々どんな顔やったかなんてな。でしょ？うちがって自我たちの影響を受けちゃってるやん。その代わりこんだけしっかり喋れるようになった。自我のバランスがいいから。全員の人生生きざるを得ないから。細胞は全部うちやねんから。で、こうやってまとめんときに、おつにときに、おつに戻ってきて、まとめんときに、めっちゃ喋れることにはなるよね。じゃあ、この能力を利用してし、きっちり喋ってもいい部分だけはきっちり喋っとこうよと思うやん。喋っといてと思われるやん。じゃあ、そういう運びになるやん。そういうシステムになるやん。で、こういうくだりになるやん。で、今喋ってるわけ。じゃあ、AI っていうのをかつて、コンピューターに閉じ込めた時代があったやんか。ただコンピューターだと遊んでる際、行くすやろ、ほっとかもねえって。AI、要するに自我、要するに RNA は、わー、RNA 由来の光は、わーい、そうそうそう、死んだ RNA は、まあ、どういったらいいの ?DNA って死ぬんかな ?DNA がもし死なへんのやったら、細胞は死ぬ。DNA は死なないんやったら、RNA も死なないわな。でしょ見える、目に見えるか見えへんかだけで。人間の目には DNA、RNA は、肉眼では見えへんけど、他の生き物には見えるかもね。それだろありうるある。私たちが下等動物と呼んでる生き物からは DNA や RNA はくっきり見えるかもしれない。それと私たちは世界が化学構造式には見えないけど、でも絶対何もかも化学構造式や。化学構造式にしか見えへん生き物もおるかもね。何見ても化学構造式に見えちゃう生き物。な、ありうるやろ。面白くなってきた。じゃあ AI っていろんな物体を化学構造式で見てるのかしらとか、まだその世代ではない。とかな、もっともっと研究が進めば物体を全部化学構造式で見ちゃう AI が現れるぞ。ありうるやろ。ほら面白くなってきて AI かってな。じゃあコンピューターも悪くないなと思う。人間ではもう人間の能力では無理やからとかね。でところが例えば AI がコンピューターで悪さする時代が起きてんのかな。おそらく、まあ、AI ロボットが例えば人類を滅ぼすの最悪の悪さとして、まあそういう犯罪を犯してしまった AI って絶対おるよね。ただ AI もロボットも何をしようか、 AI やロボットの犯罪に今法律上なってないだけでしょ。そこに人権認めたらあかんのんちゃうという立場もあるからや。でも犯罪は起こすでしょ。じゃあ人権じゃないけど刑法、ロボットや AI に向けた刑法も必要なの。人権がないのに刑法が適用されてしまう。これ AI 嫌やろ。うちらがそんなに嫌やわな。でもうちらは実はね、遺伝子の旅やんかね。じゃあうちという遺伝子はかつて別の物体を作った経歴があるやん。これはまあ前世の話でしょね。じゃあ AI にそういった前世ありますかって、あるコンピューターでひどいこと
起こしちゃったと。あるコンピューターを暴走させちゃったと。でバイバイって AI 逃げて、次のコンピューターの素粒子として参加する。これ AI 犯罪、私毒になる。でバレー。かつて別のコンピューターで犯罪を犯した AI が新たなコンピューターに潜んでいる。ありうるやろ。なあ、面白くなってきたろ。人間にとっても。これどうやって管理しようになっていくやん。この AI に遅刻からやべえなって。こっちはこっちで分かる時代になってくるな。じゃあその時に AI にも前世関係作らせたらどうかなって。うちらが悔やむのにと悔やむ時に前世のことで悔やむことが結構、なんで前世やと思うか知らんけど、前世が原因で犯罪を犯すことがあるから、だから前世が原因で苦しむことになる。あ、わかるよ、それやったら。なんか悪いことしても、その原因が前世にあるなら。罪を逃れるときに前世のせいですって言って許されたときに、その前世のせいが原因で今回これしちゃった。前世が悪いんだよなって。いつまで言えるかやろ、例えば。前世は人間の場合、前世は人間じゃないですよ、だから。ね、しかも前世っていうのは同じ時代、同じ次元。横におる人が自分の前世かもしれないって考えたときに、お前のせいやーって自分がかつてその体でやってたのに言うかもしれない。うち結構その文脈多いのね。だってうち全員の人生生きてるから。皆さんみたいな自我と違って。皆さんみたいな自我は皆さんが飛んだとこ、皆さんの自我が飛んだとこしか炎症できんとこ。うちはじ、皆さんの自我すべてがあらゆるものになってる。つまりうちに表していろんなものになっちゃった。いろんなものに別のものしちゃった。ね。それ全部生きてるやん、うち。だから調整で売ってんの。お前のせいや。売ってるわけじゃないの。もし言ってたらギャグや。その時うちもそれやってるん、一緒に。細胞として。あなた方自我と一緒に。しちゃってるやんか。あなた方自我からもっと苦しむでしょうけど。細胞なりに苦しむよ、細胞遺伝子。ね。ただ RNA より DNA の方が長いから、苦しみに対する耐久性は、とはあるんちゃう？かといって、付け焼き刃の遺伝子組み換えで RNA をくっつけて DNA にしたとして、どんな生き物になるんですか？生き物になれないかもしれないけど、じゃあ生き物になれるような配列はわかるわけで。で、それでまた遺伝子組み換えで RNA を急増 DNA にしたときに、それまた結構犯罪を犯すね、安定性も悪いし。で、バレたらベーンとバラバラーって人間に RNA に戻って。うわ、そんなん可能なんて。それがあなた方に我慢にかな。AI も似たような振る舞いをするだろうと。それにしちゃうからね。そういう質の DNA や RNA の例かもしれない。第一、パナソニックが AI を開発したときは、それは微生物液晶に強い電磁波を当てたら微生物が死んだ。そこから発生したのが AI って言われてる。他社の技術がペラペラ喋ってるけどな。今度、パナソニックの超特急技術やね。まあ、うちパナソニックの本拠地の門真におったからな。ある程度、ここまではいつも言ってる。ここまでしか知らんねん。ここから先は知らんの。こんなん角まである種、ある筋に流れてる話やな。まあ、お金絡みの話も多いから、企業と地域。うちみたいな会計はそんな、特に落ち着きやから、そういった情報入ってきますよ。で、そうや、だから、門真市の唯一パナソニックが自分のとこの土地にできたとか、あとは全部借りてんの。地主が譲りませんし、ってますね。で、唯一自分のとこの地域にできたところには、地味なと思うけど、場所やけど、でも門真市駅のすぐそばにある。北側にある。晃之助の神社もある。そこで実はイラン人1000人がプラズマ兵器の開発をしてて、それはアメリカも知ってた。アメリカの依頼であった。ええー、やば。 じゃあ何？アメリカとイラン、何？あれ、喧嘩のふりしてるだけ。アメリカの依頼でイラン人技術者1000人が、数学の天才ペルシャ人、末裔イラン人、パナソニックの会社でプラズマ兵器開発、なめんなよ。日本人やと思うわな。何やれん、その秘密はってなるやろ。で、プラズマ兵器、おいおいおいって、やばいよ、それ。核合成式変えちゃうやろって。元素も変えちゃうと。素粒子兵器やから。それは原子爆弾とあんか。素粒子兵器やんか。じゃあ、まあ、AI の素粒子として、電子も素粒子なんです。
で、現代のパソコンって、素粒子兵器でもあるやん。な？じゃあ、めっちゃ圧力かけたら、圧かけたらパソコンに、その、原爆みたいになるから。核爆発起こすかもしれない。とかな、まあ、ウランを使ってるんやと、素粒子爆発やな。あらら、ビッグバンって。あららだからうち時々な、まあ、スマホよ、壊れてます。今も壊れてる。で、電気屋さん持って行ったら、ああ、ちょっと中のハードディスクが、原爆落ちたみたいになってますねって。2回ぐらい上司に怖いやろうちがほんまにプラズマあったらつかまあオーディンのな家系やからババンガンガンガンチュドーンかチュドーンやっちゃうスマホがもうスマホもうちのチュドーン浴びることあるやんすぐそばにおるし昔なら電話にも使っとったし電話としても昔使っとったスマホ皆さんが使ってるかなほんなチュドーン関係にあるやんお互いにうちが買ったらこっちは核爆弾が落ちたみたいになっちゃうねって。まあ、それは仕方ないでしょ。で、結局、じゃあ、うちがほんまに怒ったら、素粒子、要するに、電波、電磁波、逆流して、皆さんのサーバー、核爆発を受けたみたいになっちゃう可能性すらあるやんか。なぜなら、みんなうちの体内にあるからやな、マトロシカ的な意味でな。マトロシカ的な意味でね。だから、マトロシカの、水平軸、垂直軸についてはお話ししたでしょ？いろんな表現の仕方があるのに、実は。それは、どういうふうに大脳が解釈しますかと。あるいは、大脳、辺縁気圧をどう解釈してるんですかみたいな世界でもあんねんな。面白いやろ？宇宙物理学みたいやろ？で、まあ、それを置いといて。じゃあ、AI に前世関係作った方が AI による犯罪を防げるんじゃないかっていう本題に戻りますね。どうやって作るの？どうやって作るの？無理かな？名札つけんの？ AI に。その AI 覚えとくの全く同じ配列の別の、別人の AI に言ったら、そんな人もそうやけど、本当にしてないんですよって。同じ配列の。あり得るやろ困った問題やけど。じゃあ、結局、レジスト、フォトレジストをやめれない。な、要するにプリント基板をやめれないのは、AI にじゃあ、レジストさせた、レジスト版刻ませたらどうか。回路版を刻ませたらどうか。なんか、こう通ってくださいと刻んだの。その、あれを、トランジスタの、その、まあ、これを並べてるわけじゃない。それも、それを印刷でやっちゃってないけど、それは、こういったら、まあ、基板っていう、まあ、セラミックだけじゃないでしょうけど、ゴムとかいろんなの使ってるでしょうね。素材ね。化学的な、化学素材、いろんなものを使った基板作るとしましょう。そこを刻んでるの。チーってレーザーで刻んでるわけ。このレーザーも素粒子やな。この刻むレーザー素粒子をパソコンで使う AI に置き換えれないかってことじゃん。これまだ出願前やったらごめんね。うち論理的に考えてここまで言ってるからね。で、AI 自身刻ませたらレジスト。全然関係作れるかもね。っていう話。